まずはジャイアンツの先発太田、東京ドームのマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どインコース詰まりました。掘ってワンアウトです。バッターは2番に入っている糸原。まずはワンアウトを取っています。マウンド上太田、そしてキャッチャーは大城。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持って。初球は何から入ってくるか。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。いい角度で落ちました。ノーボールツーストライク。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。2回の表タイガースの攻撃、4番バッター大山。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。打ちました。セカンドが前に来る。吉川アウト、ワンアウトです。打席には5番バッターサンズ太田。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。落ちるボールはこれは外れています。スライダーが決まります。ワンボールツーストライク。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、ストレートわずかに外れて坂本アウト、ツーアウト。バッターボックスは6番佐藤。ツーアウトランナーありません。打ちました、ファールボール。ボールカウントはワンストライクです。誘ったんですけど振ってきませんでしたね。高めの釣り球でしたが振ります。打ちました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。この回タイガース三者凡退です。3回に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは梅野。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。インコースファウル。打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウト。バッターボックスは8番中野。まずはワンアウトを取っています。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。ナイスコースですよね。はい、低めのストレート、ストライク。変化球空振り。次はピッチャーの打順ですが、先発の西が打席に入ります。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。スライダー外れます。ナイスボール。インローのストレート、力のあるボールです。追い込まれました。高めのボール、打球はセンターへ。ここはフライになっています。最後はセンターフライ。掴んでスリーアウトで、回は4回の表に入っています。タイガース打順よく1番から始まります。近本がバッターボックスに入ります。先ほど初球打ち、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。1塁にランナーを許しています。バッターは糸原。ここは走ってきた。キャッチャー2塁送球する。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。打った。ジャンプしてナイスキャッチ。これはビッグプレーが出ました。難しい打球、ショートがうまく掴みました。ワンアウト。ご覧いただきましょう。見事なジャンピングキャッチを見せてくれました。ファインプレー。